皆さんこんにちは。サックス上チャンネルの上義行です。よろしくお願いします。この2023年に入ってですね、だいぶ演奏がまあできる状況に、なってきました。それで1月も、少し演奏したり、してたんですが、まあ2月にですね、イベントがございますのでお知らせしようと思います。2月11日土曜日ですね、場所はミュージックカフェ K、西予市になります。会場は17時、開演が18時になっております。詳しい内容なんかもまた概要欄、料金なんかも概要欄の方に載せておきますので見てですね、お店の方に連絡していただければ、まだご予約できると思います。今回お話をいただいた時に、心がつながる音楽、まあ第1回こういうイベントやってみたいなっていうお話がありまして、音楽によってこうね、こう伝えたいことが伝わるとか、皆さんもそういうことをこう思ったりとか願ったりすること、たくさんあると思います。それで、2月はバレンタインですよね。ありがとうとか、まあ、そういうのを伝えるイベントってできませんかねっていうのがありました。今回は、いつもエミフルコンサートですね、エミフルマサキで、月1回第1水曜日に、田丸雅弘さんといつもデュオの演奏をさせていただいております。この2人がこう皆様のお手伝いをというかできたらいいなというのがあります。まあ一部はクッキーにですねチョコペンでメッセージ書いたりとか、まあそれをこう皆さん楽しみながらやったり、音楽を聴いて、そういう気持ちで書いたりとかしていただくんですね。あと2部ですけれども、楽器とか、触ったことのない、人もいると思うんですが、まあ音楽ってなんか楽しいですよね。だからその音楽の入り口の部分、まずはきっかけだと思います。もちろんね、こうセッションとかそういうのもできる人ももちろん中にはいると思います。ただまあこうみんなでできたらなっていう希望もあったりして、2部は、一緒にやってみようとか、やっていることをこう言葉でもやってみようと思っています。一緒に楽しくこうバレンタインのイベントを楽しみながら音楽も楽しめたらなと思っております。皆様お待ちしております。